1年間付き合った彼氏と別れた。浮気をされて、それを問い詰めたら、めんどくさい女って言われて、あっさり振られた。心に穴が開いて、埋まらない。多分、一生埋まらないと思うし、いっそ、埋まらないでほしい。このまま、ずっと。俺も最近彼女と別れたんだ。つれえよな、ははは。よかったら一人者同士、飯でも行かないか？小太郎からは、こんな感じでなんとなく誘われて、なんとなくお酒を飲んで、なんとなくエッチをした。それが2回、3回と続いて、徐々に会う頻度も増えていった。エッチする相手がいないのも惨めだし、ダサいし、ま、いっかなってくらいに思ってた。なあ、ひまり、俺たちって、付き合ってると思っていいのかな？え？いや、一応確認しとこうと思ってさ。なんだかんだでもう2ヶ月くらい一緒にいるじゃん。どうなのかなって。付き合う。私の脳裏に、別れた元彼の顔が浮かんだ。彼の匂い、彼のぬくもり。全然優しくなかったし、浮気もされた。多分、私はあんまり愛されてなかった。でも、私は、愛してた。どう、かな？ちなみに俺は、ひまりのことを。付き合ってないでしょ。何言ってるのよ。ま、せいぜいセフレよね。それもそろそろ潮時かな。ごめんね。もう会うのはやめよう。きっぱりさ。そっか。お前がそう言うなら。うん。今までありがとね。一番辛い時に一緒にいてくれて。寂しさが紛れたわ。でも、もう大丈夫だから。